お帰りなさい、シン。義経か。天の聖杯の目覚め、誤算でしたか？それとも、まあ僕の脚本には最初から書かれていましたけど。終わってからなら何度でも言えるよね。っていうか義経、あんた小物っぽい。うるさいよカムイ。あら怖い。他の二人はどうした？サタヒコはスペルビアの工場を視察に。我が愛しの妹はいつもの狩りですよ。きっとまたたくさんのドライバーが餌食にされているに違いない。例の千本狩りか。コアの数を集めればいいってもんでもなかろうに。聖杯の現在位置はわかるか？誰に聞いてるんです？わかるに決まってるじゃないですか。カムイ、ヘイヘイ。現在グーラ領を町から離れるように移動してますね。町を離れてだと？そっちには何もないだろう。そのまま外に出るのかもしれん。ああ、それとなんだ、例の定期便出航したようですよ。アーケディアでのコアクリスタルの洗礼か。律儀な奴らだ。先にやるか。その件は俺が対処しよう。お前たちは聖杯を追え。了解です。天の聖杯、一度この目で見ておきたいと思っていましたし。ところでニアはどうします？所在が知れたのか？ええ、ほらこの交点、波長から見て白虎のものじゃないかと。どうやら天の聖杯と一緒に行動しているみたいですね。聖杯と、お前の好きにしろ。なるほど、ではお言葉に甘えて。モノケロス、このまま使わせてもらうぞ。ああ、構わん。シン、あまり無理をするなよ。それなんだも？雲海羅針盤、サルベージャー筆形、雲海の地図みたいなもんだよ。ここをこうしてこうやって。今日何年の何日だっけ？新暦4058年の9月5日です。サンキュー。年月日を入れるとね。これは便利だも。世界中にはここグーラからが一番近いようじゃの。問題は船だな。町からの船は全て軍が管理してますから。まあ無理だよね。同感です。わしには乗れんぞ。わかってるよ。しかし困ったな。船に乗れればいいのかも。トラ、いいとこ知ってるもん。ほんと？グーラのお尻のところで船作ってる人がいるもん。先祖おじいちゃんの知り合いだったウモンっておっちゃんも。事情話したら貸してくれるかも。よし、ダメ元だ。そこに行ってみよう。